さまざまな扇風機を写した写真の投稿がファンの間で話題となり、はい、何で真中は扇風機ばっかり上げてないんだ。ちょっと面白くなってプレゼントくれるんだよね。全部扇風機なんですよ。40個ぐらいあります。ウィキペディアが本当に正しいのか本人に聞いてみた。では今回は監督退任後からちょっと、はい、退任後、はいはいはい、2017年12月17日出身地である大田原市はこの大田原市の三原公園第二球場の愛称を真中満記念球場とすると発表しました。正しいです。だからやっぱり出生地とか変えられないんですよ。いやそれは関係ないです。それは関係ないですよ。大田原に対してはやっぱりそれは関係ない。深い思い入れがね、生まれ育った地ですからね、うん、もうこれは真中さんはとりあえずその球場のために、はい、筒子みたいに2億円ぐらい払って球場作ったってことでよろしいですか。一銭も出してないです。あのちなみにこの球場っていうのが、僕は大田原中学校っていう私立の中学校、うん、大田原市立の中学校なんですけど、はい、あのその球場は大田原中学校の横にあるんですよ、はい、で僕らが現役の中学生の時にそこでいつも練習したグラウンドなんです、うんうんうん、でそこを、僕らずっと小学校も戦ったり中学校も使ったグラウンドをそこの、真中満球場っていう球場にネーミングを変えて、はい、あのこういうなんかちょっと大きなねあれ書いたんです。書いてありますよね。いやいやでもそれはそのネームライツって今、はい、あの売ったらすごい値段で取引されるようなものなのに、はい、一銭もね払ってないっていうことですけど、はいはい、でもそれでも市民がね、はい、うん、それでいいじゃないかっていう。出身地はやっぱり山真中さんの、まあ、市民がいいって言ったのか市長がご利用したのかはちょっと分かるんですけど。いやいやでもすごいですよ。はい、それはねまあ今までのその功績が認められたということではいい話ですね。はい、うん、で翌年2018年からはフジテレビ日本放送の野球解説者と産経スポーツの野球評論家に就任されます。はいはい、でまた TBS チャンネル BS 朝日の野球中継にも出演されます。うん、はい、選手としての特徴、人物特徴という部分にあるんですよ。行きましょう、うんうん、プロ野球選手としては背丈は高くなかったが、はい、確実な打撃とパンチ力を兼ね備え、うん、大学時代は若松2世と呼ばれました、うん、50メートル走のタイムは6秒1の俊足で、はい、1998年元日に放送された最強の男は俺だ壮絶筋肉バトルスポーツマンナンバーワン決定戦での50メートル走では6秒52を記録しています。4秒遅く 0.4 秒遅くなってますね。マキさん細かいとこチェックしなくていいんですよ。でもさ、でも俺ね申し訳ない、あのマナ君そんなに早いと思ってなかった。うん、これだってこれチームで選ばれたわけだから、チームで一人です。でも飯田さんとかもいつも出てて早いですけど、うんうん、ただ僕これ出た時に僕の走力が普通だなと思いました。周りやっぱりめちゃくちゃ速かったんでみんな、はいはい、だから全然あだからその高弘とか鈴木高弘とかの辺が出るわけですか。ね、もうちょっとあれですね、金本さんとかなんか僕ら世代の人たちが出てて、ああで野球以外の方も出てたんですけど、僕らだったら普通なんだなって思いましたね。それぐらい周りのみんな、うん、まあまあでも6秒5ですからね。ただあれなんですよ、ちょっと言い訳すると野球界の6秒いくつとかってよく言われるんですよ。5秒8とかあれって1本目だから。そうなんですよ、普通はほら陸上とかだったらバーンってなった後に動くじゃないですか。これ押すじゃないですか。野球界って動いて自分で動いた瞬間に押したりするんですよ。そこでも0コンマ何個変わってくるんで、うん、っていうのはちょっと野球界あるあるで若干早めのタイムになってる可能性高いです。だからもうすごいのが出てくるわけよ、はい、あの5秒台で走るとか言って高校生が出てくると、俺らはもうすごく懐疑的に見てる、ね、なけねえだろうと 0.3 ぐらいプラスかなみたいな、うんうん、はい、昔からやっぱり早かったんですか、子供の時から。早かったですね。ちなみにこれ僕大学のこの間たまたまトートリーグで6盗塁、はい、1試合6盗塁をした選手がいて、うん、で僕それ取り上げられたんですけど、僕も大学の盗塁記録1試合の盗塁記録持ってて6盗塁してるんです1試合で。はあ、でその記録がこの間あの同じ記録をまだ作った人が選手がいて、うん、ちょっとクローズアップされたんですけど、はあ、足は早かったですね。守備とかはどうですか、肩とか含めて自分に肩はあんまり大丈夫なかったな。肩は普通ですね、はい、うん、はい、肩は人並みですね。どちらかというとプロのレベルで弱い方ですね。ただ足は僕球際は自分結構自信あったんで、うん、球際は強いと思います。あ、だから守備はセールスポイントだと思ってた、はい、と思ってましたね、はい、
では続いて2018年9月にご自身のインスタグラムを開設されました。はいはいはい。さまざまな扇風機を写した写真の投稿がファンの間で話題となり代名詞となっています。はい、2019年4月頃には12個の扇風機を持っていると語っています。はい、暑がりなんですね。もちろん暑がりですね。基本、うん、もういつも扇風機は今未だにバッグの中に入って、まあ冬でも扇子は必ず入ってますねっていうぐらい、なんか暑いのは嫌いなんで。でもこれインスタはなんとなく最初インスタ始めるときに、はい、何アップしようかって迷ったんですよ。で目の前にこうでかい扇風機があったんで、これ撮って一回あげてみようと思って何気撮ってあげたんです。はい、してなんか反応がいまいちだなと思って、また違う扇風機撮ってあげたんです。でまた次違う扇風機撮ってあげたら、何真中は扇風機ばっかあげてないんで、ちょっと面白くなってちょっとハマっちゃったんです。そこから30投稿中28個ぐらい必ず僕がいれば扇風機がどこにあるとか、そんなやつを投稿してるし、なんかちょっと面白いかな。私も見てました。今の話なんですけれども、はい、ここにも残っておりまして、はい、というのも2018年12月15日に放送された日本テレビ系のテレビ番組、はい、有吉反省会に出演されまして、ね、はい、扇風機の写真を投稿し続ける理由について語っています。はい、初めに何を投稿しようかなと思って扇風機の写真を投稿したら受けが良かったので、もう少しやってみようと片っ端から上げたら変な評判になってしまったんですよ。野球以外で何か一番自分に向いているか探していますと告白して、はい、有吉さんに扇風機ではないと思いますよというふうに。そうだねあれそうです。あの扇風機って、はい、あのやっぱりやりました。我々は、あれは絶対やね、あーって言うとなんか音がこう、そうですね、うん、ああいうのやったよ、だいぶ子供の頃ですよ、子供の頃、子供の頃、うん、あとガッと止めたりさ、あー、はい、怖い、いやお前に指入れんなって怒られますよ。いやもうあれは危ないですよ、あれはもうダメですけどね。でもこれ投稿してから、なんかファンの方とか、例えば会ったりとか、もしあのもしプレゼントとかくれるんだよね、全部扇風機なんですよ。だから、これ、この時に何20個ぐらいで置いてるでしょ。そうです、12個と話したのは、2019年40個ぐらいです。今はもうもらったやつもちょっと僕使えないんで回したりしますけど、うん、ありますよ、やっちゃっしゃいます。あれを見ました、あの全部同じ種類で、なんか色いっぱい白、あ、黒、ピンク、この季節がやってきましたみたいなところ、そうまあでもこれあの2018年じゃないですか。はいはいはい、その後になんか自分の中でマイブームがボーっとこうなんかないですか。まあ投稿はしてないけれども、なんか最近、まあ今でもいいですよ、現在でもいいですよ、何かこう。僕は、うん、そうインスタに関しては去年川端慎吾が、うん、その31本の記録に迫った時に、はい、27本か28本目ぐらいから、うん、なんかほらみんなにいろいろ聞かれるんですよ。うん、どうせ川端さん頑張ってますけど、なんかさ、川端さんに抜かれたら本望ですかとか聞かれるんですけど、僕は大体答えが、いやいや、もう記録持ってる人が抜かれたいなと思う人は絶対いませんよと。はい、そんなもうね、あのちょっとかっこつけてね、川端慎吾に抜かれたら本望ですよなんていう僕はコメントはしませんと、絶対抜かれたくないですって話をして、でインスタでカウントダウンしたんです。28、29、30って言って、こう川端が一歩打つごとに僕がインスタアップして、なんか悔しがってるシーンとかいうのを上げてった時に、ちょっとまたバズって、なんかすごいフォロワーが1000人ぐらいボンと増えたりとかしてましたけど、現在ですねフォロワーが3万4000人。おこういうふうに上げてますね。扇風機がやっぱりちょこちょこたまに入れないといけないですよね。はい、忘れられちゃう。いやでもこれでまたこうやって今回見てくれた人たちが、いやこれまた確認してくれるから、はい、でやっぱり登録お願いした方がいいよね。ああ、いいですね。インスタ登録してもらって、はい、あこれでフォローすればいいんだ。いや俺もねインスタやってるんだけど、あ、はいはい、あの投稿の仕方がもういまいち分かんなくて、あなるほどなるほど、でフォロワーも伸びなくてすごいんだよ、もう難しいですよ最初。確かに槙原さんだったら何に載せますか。例えば扇風機だったじゃないですか、うん、マイブームでしょ。マイブームで載せ続けるとしたら、今なんかマイブームありませんか。もう俺はとりあえず今あの食べ物とか、はい、あの女の子じゃないけどちょっとあげたいよね。それはそれで可愛いじゃないですか。でもね途中からね嘘つくと思うんだよ俺絶対に。違うもの食ってんのに、あなんか可愛いのあげちゃう、野菜多めの料理とか。なるほどなるほどなるほど、我慢してますみたいな、 あのクロちゃんみたいなことやってなっちゃうからね。俺もな、なんかそういう感じになりそうなんで、うん、まだちょっと今控えてるんですけど、あれってやっぱりこう自分をこうあんまりこうみんなに出しすぎちゃうので
怖くないですか？そう、なんかそうですね、となんか止まらなくなりそうで嫌だなと思って、はい、っ僕最初はなんか週に2回とか3日に1回とか考えたんですけど、今はもうなんかあんまりそれにとらわれずに、なんか面白いことがあったら自分であげようかなっていう、うん、だから本当に10日ぐらい空いたりとか2週間空いたりとか、うん、全然1ヶ月ぐらいとか空いたりとかするんで、うん、あんまり縛らないようにやってますけど、たまたま俺もあの違う仕事で真中さんが、一緒になることがあった時に、あのボートかなんかありましたね。あ、ボートありましたね、ボート、はい、でボート詳しいわけ。あ、そうか、戸田二軍監督だから戸田の辺にボートレース場あったからそういうこともあんのかななんて思ってたんだけど、そういうのも全然普通にあの楽しくこうコメントもちゃんとできるからやっぱりすごいなと思って。野球だけやってそのコーチだとか監督やってたのにもうすぐそっちの方にシフトもしてで、まあ、野球も当然今プロ野球ニュースもいろいろやってるわけだから、はいはい、でもそこに行った時には全然違和感ないのよ、はい、そのそうですね、はい、あのボートチームの連中とやってる時ね、僕はボートはまあまあ詳しいんで、結構解説系とかもまあ本当に専門的まではいかないですけど、解説系ぐらいだったら普通にできるし、ちょっとした番組ではMC やらせてもらって、ちょっとあんまりボートレースやったことない素人のちょっと、女性タレントみたいな感じの、うん、素人じゃない、ボートレースが素人の女性タレントなんかに僕がボートレースを教えるっていう番組をやらせてもらったりとかしてて、結構いろいろそんなのばっかやってると、はい、あ、ここの場面はあの奥側はインをつきましたねとか言っちゃうインコースって言わなきゃいけないのにインですね、インは言わないですけどね、外からまくりましたねとか言わないです、たまに2番バッターを2番バッターって言ってないですね、それ言っちゃダメなんだよね。まあでもじゃあそういう意味では今そういう、まあバラエティだとかそういうのも含めてもう全然違和感なくそういうのをやっていこうっていうのもある。そうです、でもバラエティはちょっと僕も限界があると思うんで、やっぱり芸人さんとかあのクラスだとやっぱり全然違いますよ、うん、なので自分のまあ戦えるって言ったら自分が行ける範囲ぐらいまでだったら行こうと思いますけど、うん、まあ、全てのバレーでは僕ちょっと厳しい、うん、でもそれをやっちゃうと今度次のまた、はい、セカンドの今度また同じお話をね、いただけるときに、はいはいはい、それが足かせにならないような、はい、やっぱり身の振り方っていうのはやっぱり真中書生術という本でこれから記していくわけですよ、本で出すんですかね、真中流書生術みたいなね、常に出てる本はできない理由を探すな、スワローズ真中流ツバメ革命というものがツバメ革命書生術から2016年からで、ウェブテレビの方にアベマで週末ボートレース、あ、それやったんです、2020年2月2日から5月までアベマ TV で金曜日の先生として不定期レギュラー、金曜日の先生 そのボートの先生、ボートの先生、女性タレントさんに教えるみたいなやつです。でこれがですね、ドラマ出演という項目がありまして、ツバメデカ、あ、ありましたね、2019年に本人役で出演をされて、俺全然俺よりも幅広くやってるよ真木さん、ドラマっつっても大したドラマじゃないですから本当にこう球団主題みたいなちょっとしたこうツワクロが出るドラマみたいなやつで、はい、ツワクロが主演作品で光 TV や DTV で2019年に配信されたウェブドラマなんですけど、全12話あるんですよ。でも出てるのは多分僕1話か2話されてないです。まあ、なんか棒読みでこうセリフ言ったとかそういう感じなんですか？棒読みです。でも本当は僕は自分でこう演出してちょっとうまくやりたかったんですよ、うん、でもなんか僕もその初めてドラマだったんですけど、そのプロデューサーというか監督さんがあんまりうまくやらなくて、なんか素人っぽいがいいみたいな感じに僕伝わったんで、なんかちょっと棒読みまでいかないですけど、あんまりうまくやる時期はダメなのかなっていう、あ、って言い訳です、言い訳です。あとで裏呼び出してさ、いや、これは違うと思うんですよねって言えばよかったね。いやいや、そんなこと言い訳ないじゃないですか。前代未聞の野球選手だってね。これその現場の監督に文句言ってきちゃった。いやいやいや、この辺には違うと思うっつって。